はい、皆さんどうもラスです。今回ですね、このパソコンのですね、例えばお昼休みとか行くときに、この蓋をね、蓋というかカバーですね。お昼休みとかにこのカバーをね、閉じたときに、この画面がね、スリープ状態とかになって、少しね、困ることとかないでしょうか。その時ですね、スリープ状態に入らないやり方っていうのがありますので、今回ね、ご紹介しておきたいと思います。まずですね、通常の場合、例えばお昼休みに行きますってなった時に、これ蓋を閉じてですね、で、開けると、こんな感じで画面がね、真っ暗になってしまうと思うんですよね。で、その場合は、スリープ状態に入っているので、パソコンのキーボードとか叩いてスリープ状態から解除してあげないといけないというような感じで、ちょっとね、面倒ですよね。うん。で、スリープ状態から解除するのに、またね、このログイン画面とかに入って、ね、これでやっと作業が再開できるというような感じになるんですけども、なんかね、ちょっと移動したい時とかにカバー閉じて、あ、スリープモードに入っちゃったって時に、かなりね、ちょっと面倒ですよね。で、どうしたらいいかなんですが、このね、右下の、このタスクバーの、右下の方にですね、この充電のね、マークみたいなのがあると思うんで、これをね、右クリックして、電源オプションっていうのを選んでみてください。そうするとですね、電源オプションの、メニューがね、開きます。で、この左側のですね、カバーを閉じた時の動作の選択っていうのを左クリックしてみてください。そこにですね、このバッテリー駆動の時と電源に接続している時のこのカバーを閉じた時の動作っていう行をですね、確認してみてください。私の場合ですね、これ両方ともスリープ状態になっております。で、今ね、パソコンの電源は、接続している状態なので、このね、列、電源に接続している列の動作がね、割り当たってるんですけれども、カバー閉じた時の動作が両方ともね、スリープ状態になってるんで、これね、例えば僕の場合、電源に接続している時は、スリープ状態に入らしたくないんで、このですね、何もしないっていうのはですね、このメニューから選択してみてください。スリープ状態になっているのを何もしないに選択して、変更のね、保存っていうのを押します。それで、画面閉じてみましょう。で、この状態でもう一回ね、カバーを閉じてみます。例えばお昼休みに行くとき、例えば打ち合わせ会議室に移動するときにカバー閉じないとちょっとね、移動しにくいんで、こうやって閉じます。会議室に移動がし終わりました。お昼休みが終わりました。トイレから戻ってくるのが終わりましたって時に、すぐ作業を再開したい時に、こうやってね、もう蓋を開けると、何もしないので、通常のね、作業にまた戻ることが、できるようになります。このカバーを閉じた時の動作をですね、皆さんカスタマイズしてみて、どういう時にですね、スリープ状態に入らせたくないかっていうのをここでね、コントロールできるようになってますので、皆さんね、もしよかったら、ご自分でですね、便利なやり方を設定してみていただければと思います。ここでですね、ちょっと注意点としましては、何もしないと、ずっとね、蓋を閉じても、パソコンはね、動いている状態になってますので、ちょっとね、余計な電力消費とか発生しちゃう可能性はあるので、そこだけね、注意して、うまくね、使ってあげるといいかなと思います。ってことですね、今回は簡単にはなるんですけれども、このパソコンのカバーを閉じた時にスリープ状態に入らせないやり方ですね。電源を接続している時と接続していない時で挙動がね、2つ設定できるようになっておりますので、今回これをご紹介させていただきました。今回の動画がですね、少しでも役に立ったと思ったら、高評価、いいねいただけると今後の励みにつながりますので、皆さんよろしくお願いいたします。今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。